こんにちは、岩田泉です。今回のハッピーライフ、まず前半は歯科訪問診療って何と題して、京都府歯科医師会の奥野博人先生にお話を伺ってまいります。奥野先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、訪問診療についてお話をさせていただきます。まずですね、口というのはですね、昔からですね、健康とか病気の入り口、もしくは魂の出口と言われており、口は食べることだけではなく、生命や社会的生活を営むために根本的な役割を持っています。はい。そして人間の尊厳とも深く関わっており、歯科医療をいかなる状況や環境下でも受けられるように、地域での歯科医師会とともに在宅歯科医療のシステムを構築しています。はい。こちらがですね、在宅医療の理念になります。うん。口から食べるということはですね、栄養源となるのはもちろんですが、生きる喜びにもつながります。はい。口から食べることによって病気の回復も早くなることが、明らかにもなっています。うん。我々歯科医師の使命は口から安全に食べることを支援することであって、このことは我々の大きな喜びでもあります。なるほど。当たり前のように思っていましたが、口から食べるということはとても重要で、健康にも大きな影響があるということなんですね。そうですね。では先生、訪問診療って何なんでしょうか。歯科訪問診療について、その制度や内容をご存知でない方というのはたくさんおられます。はい。歯科訪問診療はその言葉のごとく、何らかの理由で歯科医院に通院できない方に対して、歯科医師や歯科衛生士が自宅や介護施設、病院などに訪問して、歯科治療や専門的な口腔ケアを行うという制度です。歯科医院に通院ができない方への制度ということですね。つまり歯医者さんがお家に来てくれるということですか。そうですね。具体的にはですね、在宅歯科医療には3つの柱があって、はい。まず1つ目、歯科診療、2つ目が口腔ケア、そして3つ目が口腔リハビリテーションですね。この3つの柱が、病気の内容やステージや時間の経過とともにその比重が変化していきます。はい。多くの在宅歯科医療の中ではこの3つのポイントが重要となってきます。なるほど。具体的に見ていきますと、1つ目、歯科診療は、通常の虫歯治療や入れ歯を作ったり調整したり、また歯を抜くこともあります。歯科医院の訪問診療用の機材を持って行って、診療を行いますので、大抵のことは可能となります。はい。レントゲン撮影も、機材があれば撮影可能となります。ただしですね、自宅での、歯科診療には困難を伴って、訪問しても何もできないという場合も、あります。また困難な地域もありますので、ご注意ください。わかりました。一般的な治療が可能ということなんですね。お家でレントゲンを取ることもできるんですね。そうですね。続きまして2つ目の口腔ケアですね。はい。口腔ケアというのは、食べたり飲み込んだり話したり見た目など、さまざまな働きを健康に保つことや、その機能が低下したときにケアをすることを言います。はい。口の中の細菌の数は生活行動や生理的作用によって1日のうちでも大きく変動し、長期寝たきりの方や要介護者にとって口腔ケアがおろそかになれば、口の中が不衛生となって細菌の数が増えます。うん。さらにですね、入れ歯などが不衛生だと細菌の温床となってしまうこともあり、これらの細菌を減少させることによって病気の予防につながって、また口腔内をきれいに清掃すると食事がおいしくなったりですね、生活の質も上がりますね。そうなんですね。要するにお口の中の清掃と思っていいでしょうか。まさにそうですね。はい。次にですね、3つ目の口腔リハビリですね。はい。脳卒中などの後遺症で口の機能が低下している場合や、使わないことによって機能が衰えます。それによって、歯と口の周りの運動が低下したり、食べ物をうまく飲み込めない方が増えます。あ、そうなんですね。で、こういう場合ですね、ほっぺたとか唇とかで、ね、口の周りを積極的に刺激して、口腔機能の向上や嚥下機能を目的とした口の体操とか口腔リハビリが大変有効となります。はい。歯科訪問診療の中でも、症状によって口腔機能訓練、
や、接触嚥下訓練も受けることができます。よくリハビリと聞きますが、お口のリハビリもあるんですね。この1、歯科診療、2、口腔ケア、口の中を清潔にして、3、機能回復のために口腔リハビリ、3つがそれぞれ重要ということですね。そうですね、健康な口腔を回復するために非常に大切な組み合わせとなります。はい、またケアはご自身で行うセルフケアと歯科衛生士による専門的なケアがあって、訪問診療ではご自身でのセルフケアが難しいケースがほとんどです。口腔リハビリでも同じことが言えて、ですから口の専門家が関わってどのような口腔ケアが必要か、それぞれの分担をどうするかをプランニングするということも重要ですね。それぞれの分担を決めることも重要になるんですね。そうですね、さらにですね、ただ単に口のことだけではないことが多くて、医科歯科連携や多職種連携というのがとても重要になってきます。そう、医科歯科連携、多職種連携、ちょっと難しいですけど、どういったことなんですか？はい、医科歯科連携というのはですね、医科の先生と相互に情報を交換して、安全な医療を提供するために、連携を取ることです。はい、そしてですね、多職種連携というのは、ケアマネージャーや看護師、言語聴覚士、介護福祉士など医療や介護の専門家との連携を取ることです。これらのことを重点的に歯科医師会では取り組んでいます。なるほど、それぞれのスペシャリストが連携し合ってさまざまな角度からアプローチしているということですか？まさにそうですね。少し話変わりますけど、岩田さん、はい、日本における死因の順番ってご存知ですか？死因の順番ですか？はい、が多いんですかね？そうですね、近年でのですね、日本における死因の順番というのは、第1位がんですね、悪性新生物ですね。はい、そして2位が心疾患、第3位が老衰、4位が脳血管疾患、5位が肺炎となります。はい、でこの5位の肺炎の中で、誤嚥性肺炎というのが、あります。誤嚥性肺炎ですか？誤嚥って何なんですか？はい、誤嚥というのはですね、誤って食べ物や唾液が気道とか気管に入ってしまうことを言います。はい、若い方でもですね、気管に入ったりするとむせてしまったりすることはあると思いますね。そうですね、本人や周囲の方が誤嚥していることに気づくことができるのが、嫌性誤嚥と言いますね。はい、そして逆に不嫌性誤嚥というのがあって、病気による神経麻痺や加齢に伴う筋力の衰えによって気管の感覚が鈍くなったり、嚥下反射の低下によって誤嚥をしてもむせが生じず、本人や周囲の方が気づかない誤嚥をしてしまうことを言います。なるほど。不健性誤嚥というのはですね、食事を問題なく飲み込めている方でも寝ている間に唾液を誤嚥している繰り返しているという場合があります。そうなんですね。である調査ではですね、嚥下反射、咳反射の低下した高齢者の場合、約 70% の方が睡眠中に唾液を不健性誤嚥しているとも言われています。多いんですね。そして肺炎になるとですね、栄養や免疫機能がさらに低下して、繰り返す不健性誤嚥のために肺炎が反復重症化して、ついには死に至ることも稀ではないということです。そうなんですか。そういった原因によって肺炎が起こるんですね。はい、この不健性誤嚥というのは気づかずに誤嚥してしまっているということですね。口腔内を清潔にしておくことも必要ですよね。そうですね、口腔内を清潔にしていくことをしておくことで、誤嚥性肺炎のリスクを下げるということですね。そうなんですね。では先生、実際に訪問診療をお願いしたい場合はどうすればいいですか？はい、かかりつけの歯科医師に相談したり、地域の歯科医師会に問い合わせの窓口があります。もしくは京都府歯科医師会では口腔サポートセンター、訪問歯科診療などの地域包括ケアを推進する京都府歯科医師会の窓口があります。はい、ファックスでの申し込みのみとなりますので、必要事項を記入していただきまして、ご覧のファックス番号までお申し込みください。では先生、今日のまとめをお願いします。はい、口の中は温度や湿度、複雑な形や環境などあらゆる点において細菌が繁殖しやすい条件が揃っていることから、呼吸器の感染症をはじめ
全身の病気の発症と密接に関連しています。ですから口腔内の細菌のコントロールは極めて重要です。そしてかかりつけの診療所や歯科医師を持つことは、もし介護が必要になったとき、治療やケアを安全に進めるために大きな助けとなります。我々もこのことを大切に考えています。まずはお気軽にかかりつけの歯科医にご相談ください。わかりました。奥野先生どうもありがとうございました。はい、CM の後は歯の怪我、こんな時はどうしたらいいのに関してご紹介します。